次またこれ見つけに行こう。東京から東京から、はい、もともと2時3時が好きで、で須尾さん、ごさんがその島スペイン村をすごい紹介してて、で今度コラボを、このコラボをするってなって、でみんなに行かないって言って、行かないって言ったら奇跡的に休みが合致して、じゃあ行こうってなって、兵庫県から来ました。初めてです。初めて、はい。今日はこのイベントのためにいらっしゃった。そうですね、サンドカーに入ってきました。チュロス食べてみてどうですか？めちゃめちゃ美味しい。美味しかった。今回のことをきっかけに、志摩スペイン村のことを知らなかったお客様も志摩スペイン村に多く訪れていただいていると思うので、このサンゴちゃんをきっかけに志摩スペイン村の魅力あるショーですとかグルメとかアトラクションをもっともっとたくさんの方に楽しんでいただければなと思います。まだまだこのお客様はたくさんいらっしゃっている、この状況をこのイベントが終わってもたくさんのお客様にお楽しみいただければなと思っています。